すいません、ちょっと15分なのですが見てください。そう、手で持ってるの。悲しい。はい、そんな明日はお話し会でございます。皆さん、お話し会楽しみ。明日は五分、あれは五分のツーショットです。明日は、はい、ツーショット写真会です。ぜひ来てくださる皆さんよろしくお願いします。でもまだお洋服決めてないので、この後決めたいと思います。急いで決めます。はい、決めます。急ぎます。そう、そうで、あさってが稽古へでございます。はい、そんな、はい、そう、なんかね、今日ね、どの話にしようかな。そう、いっぱいあったんだけど、愛がうまくまとめて話せるのなんだろうと思った時に、あ、そう、あのね、この間の、そう、この間あゆ、あのご飯をいっぱいおかわりしたんですよってツイッターで書いたじゃないですか。そう、それをね、そう、スタッフさんに話したの今日。そしたらすごい驚かれて、でも結構なんか実はちゃんとなんかすごい食べるんですって。そう、実はそう、大食いなんです。大食いって言えるほどの大食いかわかんないけど、まあ、いっぱい食べるんですよって言うと、そう、大食いかわかんないから、いっぱい食べるんですって言うと驚かれる。そう、えって、そう、でも絶対言われるのは絶対嘘だって言われるの。だから、嘘だって思った方とご飯行きたいこれからこれからちょっと嘘だって思って、そう言われた方とは絶対ご飯行くと思って謎な謎な意地、そう、行くと思って。それこそゆうなちゃんとかは結構「え、絶対ちゃん食べないでしょ」ってそう言われるの。でもゆうなちゃんとはずっとご飯行く約束してて、まだ そうずっと行けてなくて、だからそう早く行きたいって思ってます。そう、本当だって思ってもらえるように本当だって思ってもらいたいと思います。そう、絶対言われるの、嘘だーって、絶対食べないじゃん。でもご飯行ったことあるゆかるんさんとかだと、そう、愛はすごい食べるっていうのが、そう、もうバレちゃってるから、そう言われる。いつもゆかるんさんに、愛はよく食べる、ハートいっぱい食べるよねってそう言われるので、そう、ちゃんとご飯に行って証明したいと思います謎な意地、そう、そうなの、そう言ったら絶対驚かれるっていう、そんなエピソード。そう、ちゃんと今日もスタッフさん驚いてくれた。そうなんですよ。いっぱい食べられるけど食べられない食材は多いんです。言うてでもみんなと変わんないよ。そう、好き嫌いの多分多さ。言うて変わん、なんかさ、まあ全部好きだよみたいな食べ物、食べ物全部好きって方にはさすがにちょっとあれだけど。の方は別に一緒じゃないけど、あの好き嫌いある方、絶対みんな好き嫌いは何かしらあるじゃん、食べ物。
そう、言うて変わんない、みんなと。そう。そう、なんかすごいみんな偏見してくるけど、そんな変わんないよ。そう。偏見っていうのか、なんかそう、すごくみんな、あいちゃん嫌いなものが多いっていうあるけど、そう、みんなとそんな変わんない。あい、別になんか嫌いでも時と場合によってはちゃんと食べるから。そう、苦手でも、そう、あ、この場はちゃんと食べた方がいいとか、そう、ちゃんと、そう、そういうのができるタイプの人間だから、そう、できるタイプの人間だから、そうなんですよ。そう、何でも食べれる方にはね、そう、もう大抵、もう到底及ばないけど、そういえば何でもは食べれないからさ、そう、到底及ばないけど、うん、そう、そう、そんな変わんない、言うほど。そうなんです。ね、そう、そんな感じです。そう、そんな感じです。そう、でもなんか本当に、でも多分みんな、でもあやさ結構さ、それこそなんかショールームとかでも食べててもさ、みんななんか量多くないみたいな書くよね。でもなんか多分まだ、多分あれなんです、まだ信じてない方もいるから、本当にショールームでやろうって思ってる、いつか。いつかって、いつかは決めてないけど、いつかやろうっていうのは決めてる。そう、まあ、いつかだから一生やらないかもしれないし 明日やってるかもしれないし、今わかんないんだけど いつかやろうと思ってる。そう、ちゃんといつかね。そう、まあ、ショールームやってるうちどこかでやりたいよね。なんかさ、ご飯食べるってなると、まあ、大抵お家、なんて言うんだろう、お家にいたら家族と食べるしさ、なんかどこか行ったら、まあ誰かいたらさ、まあどこかの、どこかっていうか お仕事の場に行ったら、まあ誰かと食べるかさ、まあ時間が合わなかった人で食べるか、まあどっちかしかないじゃん。まあどれかじゃん。そう、ショールームやってる時になかなかね、そう、ご飯っていう、ご飯のタイミング、なんて言ったらいいんだろうね。なかなかまあ来ないじゃん。そう。そうそう。だからさ。そうなんですよね。そう。そう、なかなか来なくて。すいません。なかなか来ないんですよね。そうなんですよ。でもいつ、いつの日かやりますね。いつの日か。でもあるのかな、なんかそんな自分で作るか、なんか買うかしかないか。ね。だよね。絶対そうだよね。でも自分で作る気にはちょっと到底ならなそうなので、買って帰ってきそう 買いそう、なんかね、あ、ほんとなんか作りたいって思った時と、いや、そう、別にいいかなみたいな時の差が激しいから。そう、まあ基本さ、まあママが作ってくれるからっていうのはあるけど、ね、でもあるかな、なんかね、あるのかな。
それこそパン、パンね、ああいうなんだろう、西川のパンとか、なんかそういう生食パン系のさ、日勤つながってるじゃん。そうだよね、日勤だよね、あれ一勤じゃないよね、日勤だよね、を買ってきて食べるとかでもいいもんね。そうだよね。でもなんかみんな、あいちゃんアレルギーだから小麦粉はダメだよって前教えてくれたじゃん。アレルギー、そうアレルギー、花粉のアレルギーひどくなっちゃうよって教えてくれたからさ、なんか教えてくれたのにやるの申し訳なさすぎるけど、でもなんかそういうのが一番ね、あれそうだよね、みんなも簡単に試せるしさ、それならね、なんかみんなもちゃんと試せてっていうのがいいよね。そう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 、みんなはどのくらいまでいけるのかみたいな、そうがいいよね、の方が良い、よき、よきまるで。じゃあいつかやります、考えます、いつの日か。はい、そんなです。そんな感じ、そう、そんな感じって、そんな感じです。あとはね、今日他にもね、すっごいいろんなエピソードあるけど、まあ後日話したいと思います。はい、後日お話しします。 そしてね、あゆね、全然話変わるんだけど、全然食べ物の話じゃなくなるんだけど、そうケープを、そう買いました昨日だから、そうはいえ本当になんか最近お話し会の時とかも前髪固めてなくて、そうあの公演の時とかコンサートの時ってぐらいしか固めてなくて、前髪お話し会の時一切固めてなかったんだけど、そうだからね、今買ったから固めてるからね、もうパリパリ。あ、でも朝固めてるからもうだいぶ取れたからあれなんだけど、そうもうほら振っても全然あんま崩れないね、ちょっと崩れちゃったけどそうなの、パリパリタイム。そうなの、あゆは水色、なんかまあいろんな色あるんですけど、ケープにも黒がメンバー人気っていうか、メイクさんも持ってる率が最近は高いの、人気で。そうで、バユは青が好きなんだけど、買ったのは紫にしたうん、そう紫にしました。なんでかっていうと、なんか裏のあの説明みたいなやつあるじゃん、そういうのって見た時に湿気でも崩れにくいみたいな、そうマスクするからさ、まあどうしても湿気っていうか、なんて言うんだろう、そうどうしても前髪とかさ崩れやすくなるじゃん。そうだから、うん、だったら水色はなんかそれ書いてないから紫にしようと思って紫にした。水色、アイド大好き水色ちゃんを手放してしまった、見捨ててしまった、ごめんよと思いながら紫を手に取りました謝りながら、謝りながら心の中でね。そう声には出してないんですけど、もちろん心の中でごめんよと思いながら紫を選ばせていただいたっていう、そんな物語が昨日はありました。はい、そんな感じで、そんな感じでランキングを読みたいと思います。13位ミロさん、ありがとうございます。12位コロコロさん、ありがとうございます。11位アキラさん、ありがとうございます。10位人生方向音痴さん、ありがとうございます。9位トークン、ありがとうございます。8位ザキヤマさん、ありがとうございます。7
7位ハッピーザピーさんありがとうございます。6位 YK さんありがとうございます。5位コラコラさんありがとうございます。4位カンさんありがとうございます。3位ガクシャンさんありがとうございます。2位ヒデさんありがとうございます。1位あーちゃんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。ぜひまた明日も見てください。そしてお話し会来てくださる皆さんよろしくお願いします。明日のそう、あとは申し込み、あとそう明日の明日じゃない金曜日の1時、明日そう1時、そう13時で本当に最後になってしまうのでぜひお忘れなくというところです。はい、ありがとうございました。またね、バイバーイ。